気まぐれなご視聴誠にありがとうございます。当チャンネルでんでん秋田寄せは秋田のことだけをお知らせするというとても狭いニーズに照準を合わせた奇特な番組となっております。さて本日お話しするのは秋田の名物秋田美人について申し上げようと思います。現代の秋田美人と申しますと佐々木のぞみに生駒里奈藤あや子に加藤夏樹壇蜜に鈴木彩音に池ちゃんと皆様秋田を代表する美人さんでございますな。とはいえ芸能人がお綺麗なのは当たり前。問題は秋田に一般の秋田美人野良の秋田美人は本当にいるのか。結論から申し上げましょう。秋田美人は存在します。単なるブランドではございません。実在するのです。それでは詳しく解説していきましょう。まず基本的に秋田の町には人が歩いておりません。人口減少のトップランナーと言われる土地でございますからな。それでもたまに裏若き女性とすれ違うことがある。その方が美人である可能性が高いというのは私の個人的な感想だけではございますまい。ちょっと待った。人口から考えたら分母がはるかに大きい東京の方が美人に遭遇する可能性が高いはず。道理に合わん。おっしゃる通り。では何故秋田の方が美人が目につく現象が発生するのか。ここから先はあくまで私の想像なのでございますが、秋田には若い女性の心をつかむ求人が少のうございます。なのでより良い仕事を求めて多くの人が仙台や東京などの大都会を目指して旅立ちます。しかしこれには例外があります。そう、美人。美人はすぐに地元で結婚いたします。そして地元でパートをしたり専業主婦をしたりします。美人じゃない大多数の普通の人は就職や進学のために大都会へ行き、地元に残るのは結婚した美人ばかり。これが美人密度の高い理由であり、出会う女性に美人が多いことから秋田美人の伝説は令和の今でも脈々と語り継がれているのでございます。結論、秋田美人は存在します。ただし皆様既婚者でございます。そもそも秋田美人というのはどのようにして生まれたのでございましょうか。日照時間の少ない土地柄ゆえ色白なので美人だという説や、祖先に海を渡ってきたロシア人の血が入っているからだという説もございますが、ここで最も有名な秋田美人由来の一石を申し上げることにいたしましょう。日本三大美人といえば京美人に博多美人、そして秋田美人でございます。一方、光あるところに影あり、美人の裏に仕込めあり、日本三大ブスの産地というのもございまして、それが水戸、仙台、名古屋でございます。これからお聞かせするのはコンプライアンスでフェミニズムな世の中にそぐわない非常に失礼なお話なのですが、古くから伝わる言い伝えの一つですのでどうかご容赦くださいませ。時は慶長5年、徳川家康率いる東軍と毛利輝元を総大将とした石田三成率いる西軍が激突した天下分け目の大戦、関ヶ原の合戦。その勝敗はご存知の通り、徳川家康率いる東軍が勝利し、西軍に味方した者はことごとく領地を没収されました。この時戦でどっちつかずの態度だった水戸の佐竹義信は秋田への国替えを命じられます。代わりに水戸を治めることになったのは徳川頼房、家康の11男でございます。自分を先祖伝来の領地から追い出して息子に継がせるという家康のやり方に怒り心頭の佐竹義信は腹いせに水戸にいた美人をみんなまとめて秋田へ連れて行ってしまいます。こうして秋田は美人が多く住む土地になったのでございます。美人を根こそぎ連れて行かれた徳川頼房、佐竹に猛抗議。すると佐竹はあろうことか
秋田の武士を片っ端から寄せ集めて水戸に送りつけます。武士が減った秋田は美人率がさらに上昇。一方水戸はと申しますと、地黒朝黒お亀おたふく揃いも揃った武士仕込め、武士の大量流入で日本三大武士の産地の先駆けとなったのでございました。困った徳川頼房は水戸の武士を薄めるためその一部を秋田へ送り返します。しかし武士どもは根性が足りません。秋田にはたどり着けず、途中の仙台に住み着いてしまいました。こうして仙台は日本三大武士の産地の仲間入りを果たしたのでございます。それでも水戸にはまだまだ武士の在庫が残っております。頼房は苦肉の策で武士の一部を兄徳川義直のいる尾張藩へ送りました。困った時は助け合う美しい兄弟愛でございますな。おなごが大勢やってくると聞いてお喜びだった義直でしたが、送られてきたのは武士の群れ。義直はショックのあまり三日三晩寝込んだとか寝込まなかったとか。こうして日本三大武士の産地の最後に名古屋が加わったのでございました。秋田名物酒米おなご、酒と米とは大地の手柄、秋田美人は誰ぞの手柄、佐竹の殿様大手柄、秋田美人由来の一席でございました。ちなみに現在の秋田県知事である佐竹憲久氏は、佐竹の21代目にあたり一部の県民から殿のニックネームで呼ばれております。無類の猫好きで自宅にたくさんの猫を飼っていることでも有名。平成24年には東日本大震災の支援のお礼として、ロシアのプーチン大統領に送った秋田犬ゆめちゃんのお礼として、翌年にシベリア猫のミール君をいただきました。ミール君の動画は佐竹知事のホームページで見ることができます。概要欄にリンクを貼っておきますね。また知事はかつてフェアレディ Z に乗っておりましたが、鼻をかもうとポケットからティッシュを取り出そうとしたところ、ハンドル操作を誤り中央分離帯に接触する単独の物損事故を起こしたため、その後使用者はスポーツカーをやめて環境性能車、安全車を買う方向で検討していることが伝えられたという面白エピソードもお持ちでございます。龍角散のどすっきり飴のテレビ CM にも出演中、ユーモアのわかる愛されキャラの県知事さんでございます。